はい。皆さん、こんにちはこんばんは。GK です。今日なんですけれども、今日は、というか、今日からですね、はい。GK の物知りになりたいチャンネルということでね、はい。やっていきたいと思います。まあ、どういったことをしていくかと言いますと、はい。私、GK、えー、物知りではありません。<laughs> 物知りではないんですけれども、まあ、このね、動画を作っていくことをね、えー、通してですね、物知りになっていきたいということでね、 まあ、ぜひね、えー、この動画を見てくださる皆様と一緒にね、いろんなことを、えー、知っていこうというね、チャンネルを作っていきたいなと思います、まあ。やっぱりこの世の中、まあ、当たり前のように存在していることが結構ありますよね。うんまあ、僕もそんなに疑問を持ってないことだって、今のね、現在ではあるんですけれども、まあ、今日はちなみに川とはということでね、この川というものについてね、ちょっと調べてきたんですけれども、まあ、この他にもね、いろいろ、 なんか当たり前に存在してることが何でなんだろうっていうね疑問を持たぬままね僕は正直大人になってしまいましたただ大人になった今なんでこれはこうなってんだっていうね疑問を結構抱くようになりまして、まあ、やっぱりどうせなら調べたいんですけれどもまあどうせならやっぱ誰かに発表することによってね うん、この知識というのは蓄えられるんじゃないかなっていう <laughs>。安直な考えかもしれませんが、まあそういう考えのもとに、えー、今回からね、この物知りになりたいチャンネルやっていきたいと思いますので、どうかね、今後ともよろしくお願いします。で、またですね、なんかこれについて調べてほしいとかがありましたら、コメントとかに残していただければ、えー、拾ってですね、また次回以降ね、えー、やっていきたいなと思いますので、えー、もしね、何かリクエストがありましたら、ぜひね、今後ともよろしくお願いします。 ということで、えー、今回初回ね、やっていきたいと思うんですが、第1回目はこの川とはということについて。まあ皆さん川ってありますよねあ。流れてますよね。で、夏場とかは結構子供の時とか僕も結構遊びに行きました。うーん。流れがね、急なところとかね、あったりとか。まあ当たり前のようにあの流れている川。なんで流れてんだろうとか、どうやってそもそもできたんだろうなとか、なんでそもそも水がなくならないんだろうなとか。<laughs> いろんな疑問が、まあ僕もちょっと考えてるうちに、なんでなんだろうっていうのがね、ありましたね。うん。で、これは結構今調べた後にね、当然動画を撮ってるので、ああ、そういうことかっていうね、まあ僕は納得した状態で当然撮ってるわけなんですけれども、意外となんでなんだろうってなった時に、こうこうこうだからってなかなか説明できないんじゃないかなと、うん、思うんですよね。こ、ま、れ僕もそうでした。多分僕もその、調べる前に聞かれても、 うん、なんとなく流れてるんじゃないっていうね <laughs>。まあ自然の原理なんじゃないで済ませてしまいそうな、うん、ところでしたが、今だったらもうちょっと詳しくね、答えられるんじゃないかなというところで、まあ今日この動画をね見て、見ていただいた皆さんにね、はい、お伝えできればと思います。よろしくお願いします。はい、ということでね、今日は川とはということで、川についてお話をしていきたいんですけれども、今日いろいろね、お話をここからさせていただきます。ので、まあまずね、目次を作っていきましたので見ていきましょう。こちらです。 はい、今日はね、この目次に沿って、えー、お話をさせていただきたいんですが、まず1、えー、川とは何かというところね、はい、川の定義ですよね。はい、で2、川はどうやって作られていくのかというところですね。はい、ここもすごく大事だと思います。3、これ、川の始まりがどこなのかとかね、どういったところなのかというところですね。で4、次、川の終わり。まあ、川の終わりといえばね、どこに流れ着くかというのはね、皆さんなんとなくこの動画をね、おそらく見ていただいている方もわかると思うんですけれども、 さあ、どういう、まあ、境目が存在するのかとかね。はい、そういったところですね。で、5、これ、川の水はなぜなくならないのか。うん、確かにね、雨が降って、確かにね、雨が結構降らなくても、まあ、なくなって、 たりしないですよね、うん、ちゃんと流れてますよねこれなんんでちゃんと流れ,れるのかというところもちょっと調べてきました。で6、えー、川と川の違い、今 <laughs> 日ちょっとややこしいですけれども漢字が結構使い分けされますよね。まあ、これが何でそもそも2つ存在するのかとかいうところも、まあ、ちょっと調べてきました。はいで7、最後これおまけということでね、最後におまけ用意してますので、えー、この順番に沿ってやっていきたいと思います。よろしくお願いします。では早速、えー、ここから中身に入っていきたいんですが、まず1つ目ですね。 川とは何かというところですね。これ川の定義。川とは何なのかというところをちょっと調べてきましたのでご覧いただきましょう。こちらです。はい。これ川はですね、水が流れる細長い地形であるというふうにね、まあウィキペディア参照になるんですけれども書かれていました。まあそうですよね。はい。川というのはまあ確かにそうね、水が上から下に流れていく。うん。細長い地形。まあ、細長い地形。うん。そうですね。 まあそんなにね太くはなくてまあ一本線とかでねまあ一本線とかいないかまあねあの山の上からねこう流れていってまあ大体海かなに流れていってるまああの地形のことですよねはいということで川とはまあそういうもんだと定義されてましたのでまあ一応ここではい触りとしてねはい川とは、えー、水が流れる細長い地形であるということでねはい書いてましたのでこれをまず川とは何かというね 答えにさせていただこうかなと思います。まあ、そのまま使っただけですけどね。はい。じゃあ続きまして、えー、皮はどうやってこれ作られていくのかというところですよね。まあそもそも皮から出てくるじゃん水はなんで出てきているのかとかね。まあそういったところですよね。はい。ということで、えー、皮とはどうやって、皮はどうやってできるのかというところを見ていきましょう。こちらです。はい。えー、皮はどうやって作られるのかなんですが、 雨として落ちたり、地下から湧いたりして、地表に存在する水は、重力によって低い場所へ辿って下っていくと。で、それが繋がって細い線上になったものが川であるということですね。はい。だから、ま、二つあるということですよね、これね。雨として落ちたまず水と、あと地下から湧いたりして、地表に存在する水。うん。 まあこれこの後もうちょっと掘り下げていこうと思うんですが、まあこういったものが、まあより、まあ要は重力というね、地球の力ね。まあ引力とかでも言うんかな。あの、地表、まあ地面に吸い寄せられる力といいますかね。まあそれに沿って上から下にこうやってね、下っていっていく。まあ地面に吸い寄せられるようにね。まあこの流れが、まあその川となって、うん。存在してるってことですね。はい。まあこれは、ああ、なるほどね、と。まあそうですよね。うん。 まあ、雨とか、うん、地表に湧いたりし、うん、地下から湧いたりして、地表に出てくる水。を、まあそうですね。地下水とか言いますからね、そういうことね。はい。ああいうのが、まあ地上に、まあ染み出てきて、まあ一つのね、ものになっているということみたいですね。はい。ということで、川はこうやって作られるみたいですね。これも Wikipedia 参照です。まあ、ちなみに Wikipedia のリンクはね、下、あの、概要欄に貼っておきますので、 ま、ぜひ気になる方はね、もう少しそこから見てみてください。はい、じゃあ続きまして。まあ、川はどうやってできるのか。まあ、それはね、雨とか地下水とかが、まあ、染みでできてできたものと。うん。で、それがね、引力によってというね、今の一連の流れありましたけど、えー、これ、川の始まりはじゃあどこなのかというね。うーん。 川ってなんでできてんのって話ですよね。うん。その雨が降ったりとかしてわかるけど、じゃどこからを川というのかというところなんですけれども、というのを見ていきましょう。こちらです。はい。えー、川の始まりはどこなのかというところなんですが、これ川の上流にはですね、ところどころ湧き水とかがまあ流れてたりするわけですね。はい。で、まあ小さなもしくは泉とかがあるわけですよね。まあこれが、まあいくつかは、まあ、 置いといとてですね例えば、1つじゃないみたいなんですね、始まりというのは。例えば、その湧き水が出てるとこが1箇所とは限らないんですけど、まあそういったのがね、いくつかあったりとか、で、まあ泉ができてたりとかね、小さな泉ができてたりとかして、それが、まあ要はね、どこかで合流するんでしょうね、こうね。うん。で、そこから流れ始めて、ここが川の始まり、流れ始まりっていいますかね、上流の方ね。はい。ここがまあスタートみたいですね。はい。まあ、だから、必ずしも1箇所がスタート地点じゃないっていうのはね、 はい。ここはあるみたいですね。まあ、どこから始まってるかっていうと、明確に、いくつかの地点から始まってると、うん、思うのが自然なのかなと思います。はい。じゃあ続きまして、まあ、川の始まり、まあ、確かにね、あの、始まりが、ま、いくつかあって、まあ、それがね、合流してある程度、ね、細長い線上になって流れていくと。じゃあ、終わりっていうのは、まあ、終わりの方がどっちかって言ったら想像しやすいかなと思うんですけど、川の終わりについてもちょっと見ていきましょう。こちらです。 はい。えー、川の終わりはどこなのかというところなんですが、これ、いわゆる河口と呼ばれる部分、部分なんですね。はい。まあ、一般的に想像するんだったら、まあ、大体川が海に流れていくんで、川と海の境目うん、みたいなとこですよね。はい。これ、ただね、結構調べれば調べるほどちょっと面白くて、まあ、川っていうのは、真水だと思うんですよね。ま塩、あ、水とかじゃないと思うんですよ。うん。で、海は塩水だと思うんですよね。はい。で、これが、ちょうど、まあ、要は混じり合う期間。 混じり合うところっていうのが存在するみたいで、で、一つ、なんか結構勘違いしやすいところが、ちょっとこれ面白いなと思ったんですけど、まあ要は海の水は塩を含んでるんですよね。だからまあ比重が重くなって結構下に、まあ水自体が潜っちゃうと。だから川の水と海の水が混じり合った時に、川の水の方は、の方が上、なんていうか重さがひ、まあよったら軽いので、上に来るらしいんですよね。 で、海の水は結構沈んじゃうらしいんですよ。だから表面上の水をすくって、例えば塩分濃度なしってなっても、意外と下の方とかを測ってみると、塩分濃度あるね、水が流れてたりするみたいなんですよね。はい。ということで、まあ明確なおそらくですけど、まあ調べた限りでは、明確にスパッと切れるようなところとかないみたいですね。その塩分濃度上とかではね。 だから大体上の方が、まあね、塩分濃度がなくても、下の方を測ったらちょっとあるよとか。で、しかもこれ結構入り込んでるらしくて、で、これも、ね、え、潮の満ち引きとかでだいぶ変わるらしいんですよね。確か干潮の時が結構その入り込んできちゃう。ので、意外とね、下の方とかは、川の方の下の方とかも、結構ね、塩分濃度あるみたいなんですよね。それこそ海の水がね、入り込んだりとかしてね。うん。だから、まあ言ったら、このね、水域というのをね、 あのの水といいうらしいんですけれども、まあ、この明確な境目の定義というものがそもそもこれ、まあ、塩分濃度上にもそうなんですけれどもこれ例えば法律とか、まあね、ありますよね、例えばそここを境目として決めますという法律があったとしたらこれがいくつかの法律によって定められているみたいなんですよね。 で、しかも、その法律を管轄しているところが結構バラバラ、バラバラっていうか、ま、いくつかあるみたいで、まあ、それぞれが、要は川と海の境目はここですよって、その法律とかに基づいて決めてるらしいんですね。はい。なので、ま、あ絶対にここっていう境目がないらしいんですよね、これね。だから、この定義に、この法律のこの定義からしたら、ここっていうのは、そのね、管轄の、まあ、何とか長とかが決めてるとかね。 いや、いやいや、この法律に基づいたらここですよ、とか。で、塩分濃度上にもさっき言った通り結構入り混じってるので、具体的にスパッとした境目がないっていうのが、まあ、皮の終わりなのかな、と思いますね。はい。ちょっと歯切れ悪いかもしれませんが、まあ、スパッと切れるもんじゃないってことですね。はい。いろんな、まあ、法律のいろんな定義によって、それぞれの皮の終わりというのが、まあ、決められているというのが、はい、結論でしたね。調べたことに関してはね。はい。 ま、これはちょっとね、僕はね、調べて面白いなと思いましたね。うん。一つじゃないみたいです。川の終わりという定義はね。ま、いろいろなものによって定められて、それぞれが解釈して、それぞれが認識してね。うん。それぞれがその法律にもっと基づいて、まあ、それぞれのね、ま、〇〇町とかが定めているというのがね、川の終わりの答えなんじゃないかなと思いましたね。はい。ということで、川の終わりということはこういったことになります。これちょっと複雑ですけどね。はい。 まあ難しいですよね。だいたいなんか僕のこの調べる前のイメージでしたけど、結構なんか、それなりになんかある程度ね、なんか境目がしっかりとあるのかなと <laughs>。思いましたけどね。はい。これは結構ね、明確な境目というのはね、見つからなかったですね。はい。というのがちょっと不思議なところだなと思いましたね。はい。じゃあ続きまして。 えー、川の水ね、これなぜなくならないのかっていうお話をね、ここからちょっとしていきたいんですが、さっきね、いろいろね、辿ってきましたね。川の水がどうやって運ばれてきてんのか、何から成り立ってんのかとか、川の始まりがどうやってできてんのかとか、川の終わりがどこなのかとか、いろいろ調べてきましたけど、そもそも水が大体わってなくならないですよね。ある程度、例えば雨とかが降らなかったりとか、 まあ、降ってるときは当然ね、そのね、さっき言った雨の水とかがガーって流れてきて、まあ、それなりにね、結構勢いとか増してる。よくね、あの、ニュースとか見ますけどね。うーん。まあ、まずじゃあ、川の水がなぜなくならないのかっていうところの、まあ、いくつかあるうちの、まず一つ目、ちょっと見ていただきましょうか。こちらです。はい。え、川の水はなぜなくならないのかというところなんですが、これ、水自体が地球上を巡ってるからというね、理由らしいですね。はい。これどういうことかというと、まあ、 水といえば皆さん、海に大体ありますよね。うん。海。<laughs> 海が一番水ありますよね。で、この海の水が、じゃ太陽がありますと。で、太陽の熱がありますと。で、それによって温められますと。で、そうなった時どうなるかっていうと、水というのは水蒸気になって雲になっていきますと。で、これが、まあ、言ったら雨雲とかになって、まあ、雨を降,る降らすわけですよね。うん。で、これでまず海の水が吸い上げられて、まあ、雲になって、そこから降って、地表に降り注いでくると。 で、その、えー、雨がね、うん、その雨がまた集まって川になったりとかするので、まあ結局で、その雨として降った水が川となって海に流れてというこの循環があったりするので、まあ、この他にもね厳密に言うと循環があったりするんですけども、川というところで言うと、まあ、まずこの循環があったりとかして、水っていうのは結構巡ってるってことですね。うん、海の水がまたね、ずっとこの循環をずっと、水循環をずっとしてるということで、 まあこの循環のもとに成り立っているので、まず川の水はなくならないという一つの仕組みがあるみたいですね。はい。まあ、ちなみにちょっとこれ余談ですけど、まあ、地球上の水の、ね、97%は、ね、海の水らしいですね。まあ、海水らしいです。で、えーまあ、実際に川の水がどれぐらいあるのかというと、約1%とか、まあ、1%ぐらいってらしいですね。約1%らしいですね。はい。という感じで、ま,あ、まず雨が降ったら、まあ、そういったね、雨が降ってずっとこの水循環によって、まあ、まず川の水はなくならないというふうな感じですね。はい。 ただこの話、まあ、一つね、多分ね、今聞いた人、じゃあ、気になったことあると思うんですよ。雨降らなかったらどうすんのっていう。<laughs> ま、確かにありますよね。なんか雨降らなくて、例えば、まあ、ダムとかのね、貯水率がやばいとかね、見ますけど、それでも川は流れてると思うんですよ。うん。まあ、それでも川はしっかり流れてる。ま、あこれはなんで流れてるのかっていうのがもうね、もう一つ理由がありまして、これ最初の、川とはという定義の次かな。うん。 最初にね、ちょっと言ったところがあるんですけど、まあ、川はどうやって作られるのかというところで、ちょっと触れたんですよね、実はね。はい。まあ、じゃあ、雨が降らなかった時に、なんで、じゃあ、水はその循環する、そもそもね、その、降り注ぐ水がないのに、川はなくならないのかというところのお話についてもえ、ここからしていきたいと思うんですが、はい、えー、また雨が降らない期間が続いても、以前雨が降った時に、 山の土の中に水が染み込み、その水が木の根に吸われたり、土の隙間に入り込んで溜まって地下水となると。まあこれ地下水って言いましたよね。はい。で、この地下水自体が、まあその、寄ったら、まあ、雨が降ってすぐではなくて、一旦まあ木とか、まあその水のね、まあ土の、まあ、違う違う、水のじゃない、土のね、隙間にね、入り込んだりとかして、一旦ね、地下水として蓄えられている状態なんですよね。はい。 で、これが、まあ、結局その時間を経て少しずつ、まあ、染み出してくるとね、地表にね。うん。ね、地上に染み出してきた水が、まあ、その川に流れ込んだりしてるので、この水のもとに川は雨が降らない期間が続いても流れ続けてるっていうね、理論らしいですね。はい。 これもね、すごく面白いなと思いましたね。まあ、確かによく言いますよね。なんか、山とかに行くと、確かに水が結構ね、さっき言った湧き水とかがあったりするんですけど、これいろんなとこから結構染み出てたりとか、いろんなとこから、まあ、絶対ここだけとかじゃないと思うんですよね。いくつかの地点から、まあ、確かに水がなんか染み出してるとこあるなっていうね。確かにこれ調べてみて思いました。うん。僕もま、そうね、山とか登ったことありますけど、まあ、確かにそうだなと。うん。なんか必ずしも一箇所じゃないなと。 思いまして、まあ、それがいろんなとこからね、その地表、まあ、そう言ったらね、土とかに蓄えた水が、まあ、染み出してると。うん。で、その水が、また川となって、まあ、海に流れていくという、この流れを形成するので、まあ、たとえ雨がちょっと降らなくても、まあ、川が途絶えないというのは、ここの、まあ、地下水の影響かなにあるということが調べて、はい、わかりましたので、まあ、皆さんにね、共有しておこうかなと思いますね。はい。これは結構ね、なるほどと思いましたね、これもね。はい。 ということで、まあ、川の水はね、こういったことを、まあ、用いてというか、まあ、こういった原理で、はい。川の水はなくならずにしっかりと流れているってことですね。はい。じゃあ、次、行きましょうか。えー、川と川の違いって言いましたね。あの、山水の川と、まあ、普通なの、今回の川ね。これって、なんかよく、まあ、使い分けられるんですけれども、これ、そもそも違いがあるのかというところも、ちょっと僕は気になりました。はい。これ、明確な定義あるのかなっていう。 まあよく、なんて言うかな、その意味合い的には結構似てるか、うん、まあそんなに違いがないのかなと思いつつ、なんか使い分けとかね、よくされるじゃないですか。うん。まあ例えば、なんて言うかな。まあ普通にその僕が今回調べた川、流れる川っていうのは、大きさが例えば確かに小さい川でも大きい川でも、まあ川じゃないですか。<laughs> 例えば、まあ大きな川あるじゃないですか、全国にはね。まあそれでもそうだし、もう僕のね、家の近所とかの、 ちょっと流れてる川も同じ川だと思うんですよね。定義的にはね。でも、川っていうもう一つの漢字が存在するわけですよ。これなんでなんっていうね、うん。なんでなのっていうのがすごくちょっと調べていくうちにちょっと引っかかりまして、これもね、調べてきましたので見ていきましょう。こちらです。はい。えー、基本的なね、意味合いにはやっぱ違いはね、ないらしいですね。この川と川ね。はい。 ただですね、まあ川としてはこれ大きな川を指すようにはなってるらしいです。これ例えば使われる感じだと、まあ実際流れてる川というよりは、まあ銀河とか運河とかいろいろ使われるじゃないですか。まあ黄河とかあの中国のね、あれは結構大きな川だと思うんですよね。まあ元々は何か黄河という、まあその中国の黄河を指すものとして使われてたという定義とかもあるらしいんですけれども、 じゃあ、日本に流れてる川で結構大きな川あるじゃないですか。まあ、品野川とかそうですよね。うん。結構でかい川。まあ、東名川とかあると思うんですけど、まあ、そういった川はでもね、この川使わないですよね。というところもちょっと疑問に思ったんで、もうちょっと深掘りして調べてみたんですけれども、まあ、そのまる川という固有名詞、まあ、普通固有名詞っていうんですかね。まあ、その、ものを、なんていうかな、その、川自体を表すもの、その、ね、流れてる川自体を表すものに関しては、まあ、普通のこの山水の川じゃなくて、 まあ今回ね、あの、調べさせていただいてるこのね、革を使うらしいです。はい。まあ、一応そういうのがあるらしいですね。はい。まあ一応だからその、まあ物理的にある大きな川は、まあこのね、三髄じゃない皮を使って表記するというのはそういった一応決まりがあるのかな。うん。まあ明確な決まりがあるかちょっとどうかというところはまあ、 何に基づいてっていうのはちょっと難しかったですけど、一応まあ調べてみたら、まあこういった表記が出てきたので、うん、まあこういう名詞とかだったら、まあ普通のこの川を使ったりとかするみたいです。ただまあこの山水川のイメージとしては、まあもともとはね、甲賀を表すものとして、はい、使ってたみたいなので、まあそういった、まあイメージ的には大きな川とか、まあそういったことになるのかなというところが調べて分かってきました。まあだから時と場合によるって感じですかね。<laughs> まあ意味合い的にはこんな感じだと、はい、調べて分かりましたの、ね、で、ぜひね、皆さんよかったら、えー、参考にしてみてください。はい、ということでね、今日はね、いろいろね、この川について、えー、いろいろね、気になったことを調べてみました。まあ、これよりもうちょっと突っ込んで調べようかなと思ったんですが、あんまりにもね、突っ込みすぎると、ちょっと僕も混 <laughs> 乱してきて、ちょっと僕のキャパのね、今のキャパじゃね、追いつかないと思ったんで、またね、なんか、もうちょっと深掘りしたいなと思ったら、もうちょっとここから、絞ってね、 えまた、革について、あのー、調べていったりとかする機会があるかもしれませんがね、またその、これより詳しい話とかが、もしね、探して出てきれ、出てくれば、今後ね、また取り上げることがあると思いますので、まあ、今後ともね、ぜひよろしくお願いします。まあ、もちろんね、この皮だけじゃなくて、まあ、別に何ていうか、ね、ジャンルとか絞ってないので、まあなんか普通に気になったことがあったら、まあ、調べてみようかなとか、まあ、普通に目に入ったものでもいいしね、はい。まあ、いろいろなジャンルとか、まあ、いろいろなもの、ね、調べていきたいと思いますので、今後ともよろしくお願いします。 で、最後にね、まとめ、あ、まとめじゃない、えっ、ー、と、おまけ。<laughs> まとめじゃないです。おまけですね。ま,あ、まとめはもう今の話がすべてなんで、はい。まあ、川というものがこうやってできてますよとかね。まあ、いろいろなことについてお話ししていったので、これでいいかなと思います。で、最後、おまけなんですけれども、まあ、これ結構学校で習うと思うんですよね。はい。最後に、えー、日本の川ってさっき大きな川がありますと、まあ、信濃川とか言いましたけど、 じゃあ、日本の川の長さトップ3って何なのと思いまして、ちょっと調べてきましたので、最後おまけ程度にね、えー、聞いていただければなと思います。こちらです。はい、えー。最後おまけとして、日本の川の長さランキングですね。これ1位はね、信濃川。これ367キロあるらしいですね。はい。で、2位が、えー、利根川。うん、322キロ。うん、これも長いですね。はい。で、3位が石狩川かな。で、26、あ、268キロね。はい。 これも非常にね、長いね、川が、えー、3つ、まあ、存在してると、まあ。トップ5とかまではね、簡単に調べてできますので、もし気になる方がいたらね、ぜひ川の長さランキングとかでね、えー、調べてみてください。ということで、えー、本日はですね、この川についてお話をさせていただきました、まあ。もしね、もっと気になることとか、まあ今後ともね、多分僕の中で出てくると思うんで、まあそういったものをね、また調べて、えー、動画にしていきたいと思いますので、ぜひね、今後ともよろしくお願いします。チャンネル登録、高評価もよろしくお願いします。 では今回の、えー、川についてということで、えー、調べていきました動画以上になります。ご視聴ありがとうございました。これまで失礼します。バイバイ。